北海道札幌篠路高等学校は、北海道札幌市北区しのろ町372-67にあった公立の高等学校。道内の公立高校では、トップクラスと言っていいほど、部活動が盛んで生徒の入部率は70%を超え、空手道部などは全国大会にも出場していた。また、伝統の一つとして、篠高体操という体操があり、 動作が異なる男子と女子が組み合わさることで、一つのフォルムを形作る。北海道教育委員会の高校配置計画により、平成25年度、シノロ高校を母体として、北海道札幌宅北高等学校を統合し、北海道札幌 AI 高等学校となった。交渉は、明治期にこの地の産業として、愛の栽培が行われており、先人の業績にちなんで、 愛の葉と茎をデザイン化したものである。制服は、スクールカラーは、たくましい星運と球と正常で豊かな知性を感じさせる脳を愛色としており、それらは、上記の学生服にも反映されている。高等公立学校配置計画、北海道教育委員会、2014年8月4日閲覧、ありがとうございます。